おはようございます、なごみ家です。昨日ツイッターを眺めていたらこんなワードがトレンドに載ってました。でこのキャッシュっていうのは、僕も普段愛用しているカードというかこうサービスの名称なんですが、これがこうアップデートということで、仕様変更するっていうのを発表したところ、これが解約だとかいろいろちょっとこう騒がれていったの でかつこれが割と僕も一言ではなかったので、これについてちょっと動画を撮りたいと思います。このキャッシュっていうサービスを知らない方にとっても、まあ話が分かりやすくなるようにいろいろと踏まえながらお話を進めようと思うので、まあ今日の僕の話の内容としては、まずキャッシュとは何か、キャッシュカードとは何かで、次にあれですね、今回のアップデートについて、まあ解約だと言われている理由だとかをお話しして、でその上で、まあ、僕の普段のキャッシュの、まあ、利用状況と、あと今後これをこの解約というかアップデートを踏まえてどうするかっていうのを、まあ、順を追ってお話ししていければなと思います。それでは行きましょう。そもそも今回話題に上がっているキャッシュカードというのはデビットカードの一種になります。銀行口座とかクレジットカードからこう残高をチャージして使うというのが、まあ、主な使い方で、発行手数料は900円になります。クイックペイに対応していたりだとか、アプリ間で送金ができたりとか、まあ、いろいろ特徴はあるんですが、まあ、多くの人が使っている理由としてその還元率の高さっていうのがあると思います。普通銀行口座と結びついているこうデビットカードだとかクレジットカードとかって、まあ、それを使うことで、まあ、それに対して還元が来るという形なんですが、このキャッシュカードっていうのは少し特殊で、ざっくり言うとクレジット口座と決済だとかデビットカードと決済みたいなその間にかませることでキャッシュカード自体の還元率も加えることができるということですね。例えばクレジットカードからキャッシュカードに3万円チャージしたとしたら、まあ、この時点ですでに3万円の部分の還元をクレジットカードにポイントとして付与されるわけなんですが、さらにこのキャッシュカードにたまった3万円をどこかお買い物とかで使うことでまた 1% キャッシュカードに戻ってくるんですね。なのでクレジットカードの還元率プラスキャッシュカードの還元率、まあ、二重で還元を受けることができるということで、まあ、かなりお得というか、使っている人もだんだんこう増えてきているといった印象がありました。でその間にかませているキャッシュが、まあ、今回アップデートというかこう仕様変更を宣言したんですが、まあ、それが12月8日からですね、12月8日からアップデートしますよというふうに宣言したんですが、まあ、その内容を見たユーザーからこう賛否両論あって、まあ、どちらかというと非の方が目立っているかなという感じです。いくつか変更点がある中でこう今盛り上がっているというか、まあ、ちょっとこういろいろと議論が起きているのが、話題が大きく分けて2つあります。1つはポイント還元の上限が変更されたこと、そしてもう1つは、残高利息という、まあ、新しいサービスが始まることです。他にも変更点はあるんですが、まあ、今回はこの2点に絞ってお話ししていこうかなと思います。1つはポイント還元の上限額が大きく下がったことです。これについては賛否両論というよりは非という、まあ、そんな感じですね。これまで還元の上限って月に12万円だったんですよ。つまり月に12万円までの買い物とかの支払いに対して最大で1200円までバックが返ってきますよということで、これかなりお得だったんですが、この上限がカードからのチャージについては12万円から5万円まで大幅に減額されます。今まで1200円バックされてた人も同じ買い物をしても500円しか返ってこないということなので、まあ、これについては、まあ、減額があまりにも大幅なので結構なこうブーイングの声が上がっています。2つ目に残高利息というサービスが始まりました。これは、まあ、賛否両論という感じですね。まあ、普段キャッシュには、まあ、銀行とかカードから残高をチャージして使うわけなんですが、この残高利息っていうのは、まあ、キャッシュに入れているこのチャージ額に応じて年間で利息を 1% お支払いしますよということです。まあ、年利 1% ということなんですが、普通銀行の利息っても 0.001% とか、まあ、本当に到底 1% には及ばない額なんですが、まあ、これだけ見るとすごく破格なんですよね。
例えばなんですが、まあ、ものすごく単純に言うと10万円をチャージしておけば、1000円分利息として入ってくる。100万円チャージすると1万円利息として付与されるということで、まあ、こう画期的なんですけど、結構キャッシュが銀行口座に近づいたという感じの、まあ、アップデートになります。ただこれ結構問題点があって、第一にキャッシュはこんなにユーザーにお金を配って大丈夫なのかという点です。キャッシュに入れておける残高っていうのは、まあ、1人当たり100万円までなんですが、これ当然いろんな人がチャージしていって、例えばキャッシュ全体に1000億円集まったとします。まあいろんなユーザーがお金をこうチャージしたとしてね、1000億円分集まった時にキャッシュは利息として10億円を配らなきゃいけないんですよ。この1000億円のまあ現実性にもよるんですけど、果たして利息 1% ってやりくりできるのかなというところで、まあいろんな人が不信がっています。当然この利息の10億円分をユーザーに配れないと、まあキャッシュは倒産します。その場合に預けたチャージ額が戻ってくる保証がちゃんとあるのかどうかっていうのも、まあ結構心配の声が不安の声が上がっていて、キャッシュ側としてはこれはもう 100% 供託なので、まあキャッシュが仮に倒産してしまったとしてもお金はちゃんと返ってくるよというふうに言ってはいるんですが、まあどうなんでしょうね。これいろいろと不信がっている人が多いです。でここからは自分のキャッシュの利用状況に関する話なんですが、僕は普段クレジットカードを使っていません。未来のデビットというデビットカードを使っています。初歩的な話なんですが、どうもクレジットカードってこう使ったタイミングで引き落とされないことが気持ち悪くて、なんかこうそれで使いすぎてしまったり、どうにもこう体が受け付けない感じで、まあ、1ヶ月使ってみたことはあるんですが、結局デビットカードに落ち着いています。で僕が使っている未来のデビットというデビットカードは、まあ、僕は年会費無料の通常ラインを使っているので還元率が 0.8% ですね。これで買い物をするだけで 0.8% バックがあります。でこれにキャッシュを組み合わせることで合わせて 1.8% 分の、まあ、ポイントバックになるので、これはかなり今まで恩恵を預かっていたんですが、今回、まあ、上限が下がったのはカードが対象なので、当然クレジットだけでなく僕の使っているデビットカードも5万円までになります。口座から直接カードを返さずにチャージする場合には、限度額は12万円のままなんですが、まあ、あんまりこれだとキャッシュの旨味はないので、こういう使い方をしている人は少ないんじゃないかなと思います。で、まあ、結論から言うと、このキャッシュカード今後も使うかというと、僕は使います。というのも単純に僕は大学生なので月に5万円くらいしか使ってこなかったんですね。10月が5万2000円で、11月が4万7000円でした。普通に使っていて、まあ、これで、で5万円までを使う分には全くこう今までと使い勝手は変わらないというか、ポイント還元の状態自体は変わらないので、まあ、僕はこのままメインで使い続けるかなと思います。で、まあ、このキャッシュカードの解約によって、もうキャッシュをメインに使うのをやめて他のカードを使おうっていう人もまあいろいろ見られるんですが、まあいろんな選択肢の一つとしてセゾンパールカード、セゾンパールエキスプレスカードとか、あとは LINE Pay のクレジットカードなんかにもこう乗り換えを検討している人がいて、確かにこう還元率が高いそうなんですが、ただやっぱり僕がまだクレジットカードに慣れていなかったりだとか、あとはまあ現時点でさっき言った通り5万円の上限をまあ超えることがあんまりないので、まあ、今後様子を見て、まあ、ちょっと乗り換えとかも考えていきたいなと思っています。ということで今日は昨日ふと目に留まったこのキャッシュのアップデート仕様変更について、まあ、少し、まあ、自分に関わりのあるところを中心にお話ししてみました。本当にゆるっと喋ってただけなんですが、まあ、もし参考になったという方がいらっしゃれば嬉しいです。普段とは経路の違う動画になったんですが、まあ、暮らしに関する他の動画もぜひ見ていただければ嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、なごみ家でした。では。